今日はオイルサーディン、トマト、バジルなどが入ったポテトサラダ作っていきたいと思います。まずはじゃがいも、今日は男爵使っております。3個は一口大に切って茹でておきます。その間にドレッシング作ります。マヨネーズ大さじ1、白ワインビネガー大さじ1、オリーブオイル大さじ1強、塩小さじ1/2、はい、黒胡椒も振っておきます。これでよく混ぜてドレッシングの完成です。はい、柔らかくなって香を吹かせたじゃがいも、粗熱を取ったものドレッシングに入れて混ぜていきます。キャベツ1枚は2センチ角くらいに切ってさっと茹でてあります。それを加えていきますが、その前にオイルサーディン1/2缶、3本崩しながら入れていきます。他の動画でこの残ったオイルサーディンもったいないので、缶ごと調理する動画上げていきます。はい、キャベツを入れて食べる直前にプチトマト半分に切ったもので、バジルお好みの量を入れてください。よく混ぜて味を見て足りなかったら塩コショウしてください。はい、お皿に盛って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントもお願いします。